今回は橋本博文さんの経歴、島田紳助さん引退の経緯、井上邦夫さんや竹内輝明さんとの関係、引退後の現在を紹介します。橋本博文極真連合会元会長のプロフィール。橋本博文さんといえば芸能界の大物芸人、島田紳助さんの芸能界引退のきっかけを作ったヤクザとして知られている人物です。司忍今年の竹西さんが6代目組長を務める山口組において、橋本博文さんは組織統括委員長となり、同時に山口組系暴力団の極真連合会の会長を務めていました。しかし2015年に橋を発した山口組分裂構想をきっかけに、橋本博文さんと山口組との間に確執が生まれ、2019年11月に引退へと追い込まれています。元極真連合会会長橋本博文の人物像について、前述の通り、橋本博文さんは山口組系暴力団である極真連合会の会長であり、6代目山口組において筆頭は金白補佐を務めた最高幹部の一人でした。5代目山口組の土台を支えた3代目山健組が7000人もの構成員を要する最盛期に、橋本博文さんは同組を支えました。また6代目山口組の篠田健一組長から厚い信頼を受ける若金氏が高山誠二さんの相談役を務め、6代目山口組の組織運営の根幹を支える一人として裏社会に大きな存在感を示していたのです。そんな橋本博文さんですが、実は在日朝鮮韓国人であり、本名姜博文と言います。橋本博文極真連合会元会長と元芸能人島田紳助の引退騒動の関係とは、島田紳助の芸能界引退を発表、2011年8月に13日、島田紳助さんが当時司会を務めていたテレビ東京系番組開運何でも鑑定団の放送直後となる22時から吉本興業本社にて記者会見が開かれました。この会見で島田紳助さんはかねてから取り沙汰されていた暴力団との関係について明かし、深い関係ではなかったと釈明しながらも、責任を取って芸能界を引退することを発表しました。しかし島田紳助さんが芸能界引退を発表した後も、一部の週刊誌は追及の手を緩めませんでした。2011年10月24日には芸能界引退の引き金となった週刊誌週刊現代が、切っても切れない島田紳助と暴力団と報じました。島田紳助さん側は同雑誌の発行元である講談社及び編集者に対して合計1億6500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて東京地裁に提訴しています。ちなみに記者会見では暴力団員と写っている写真の存在についても完全否定しました。その後写真週刊誌フライデーが決定的な証拠写真を突きつけることとなりました。橋本博文が島田紳助の芸能界引退の引き金となったこの写真が、島田紳助さんがあるわけないと言っていた暴力団員らしき人物らと写った証拠写真です。そこには6代目山口組ナンバー2の高山誠二さんとナンバー4の橋本博文さんが島田紳助さんと親しそうに並んでいるという衝撃的なものでした。島田紳助は橋本博文というケツ持ちを失い芸能界復帰を諦めた。2020年1月13日に実に約8年半ぶりに島田紳助さんは YouTube 動画という形でしたが公に姿を見せました。島田紳助さんは親しくしている歌手のみそのさんの YouTube チャンネルに出演、芸能界を引退したことでそれまで悩まされていた下痢が止まったことや筋トレをして現役時代よりもたくましい体を手に入れたことなどを変わらない調子で明かしていました。この動画は400万回以上再生され、復帰間近かと世間を騒つかせましたが、その後みそのさんがブログで島田紳助さんは今の生活が楽しすぎて復帰の意思が全くないと伝えています。しかし2018年にそれまでケツ持ちだった橋本博文さんがヤクザを引退して暴力団との関係が切れたと見た芸能界関係者は、島田紳助さんの復帰もあり得ると期待を持ち始めたようです。特に吉本興業は復帰のお膳立てを画策していたようで、2019年夏頃に島田紳助さんが長らく司会だった長寿番組行列のできる法律相談所にサプライズで登場する企画もあったそう。しかし吉本興業所属のお笑い芸人らによる闇営業問題が発覚したことから、島田紳助さんの復帰は頓挫したようです。一方で
橋本博文さんという血持ちを失ったことで、逆に島田紳助さんが芸能界に戻りにくい状況になったとの見方もあるようです。橋本博文極真連合会元会長は異例の速さで出世したヤクザ。橋本博文さんが最初に所属した暴力団は古くから続く組織がしのぎを削り合っていた大阪で独立して活動していた南一家の吉田組で、組長吉田忠義さんに拾われては歌手となりました。この吉田組が解散に追い込まれたのを機に力をつけていた橋本博文さんは独自に橋本組を立ち上げています。橋本組が活動していた東大阪地区はしのぎが少ない地区でしたが、それでも橋本博文さんは類まれな力と知恵で頭角を現し、ヤクザ界で知られた存在となっていきました。1976年、後の5代目山口組の母体となる山県組の初代組長山本健一さんの若衆となり、山本健一さんが1982年に亡くなった翌年には橋本組は極真連合会に改称しました。生っ粋の武闘派として山県組で力を示していた橋本博文さんはその手腕も買われて、1987年に異例の速さで3代目山県組の若頭代行に抜擢されました。橋本博文が3代目山県組組長代行になるまで5代目山口組の組長となった渡辺義則さんは2代目山県組組長の座を桑田健吉さんに引き継ぎましたが、橋本博文さんはその山県組においては金頭に昇格しました。その直後に桑田健吉さんが銃刀法違反で逮捕されて刑務所に入ることとなったため、その組長不在の間橋本博文さんが存在感を強め組長代行に昇格しました。篠田健一さんが6代目山口組組長に就任する直前となる2005年4月には極真連合会は直系組織となります。さらに同年6月には山口組執行部の中核を担う若頭補佐に就任し、若頭の高山誠司さんに次ぐポストに異例のスピードで昇格したことがヤクザ業界で注目を浴びることとなりました。これらの経歴からも橋本博文さんは破格の器を持ったヤクザだったことがうかがえます。橋本博文さんの快進撃はその後もとどまることを知らず、2008年11月には若頭高山誠司さんを補佐する筆頭若頭補佐に昇格しました。何かの存在が橋本博文さんのポジションを押し上げるようにその後も出世を続けました。恐喝罪で刑務所への収監が決定的となった高山誠司さんの代わりを務めるため2012年4月に新設された若頭代行ともいえる統括委員長に就任。しかし橋本博文さんの中では山県組への恩義が強く、これが後にはざわいをもたらすこととなりました。橋本博文極真連合会元会長と井上邦夫竹内輝明の関係とは、歯車が狂い始めたのは2015年8月に始まった6代目山口組組長の篠田健一さんの出身組である名古屋の弘道会派と関西の山県組派の亀裂が生んだ山口組分裂構想でした。5代目山口組組長だった渡辺義則さんはもともと2代目山県組組長でしたから、山口組内部では山県組が幅を利かせていました。しかし6代目山口組組長に篠田健一さんが就任したことで弘道会が覇権を奪う形になったことから、新体制発足当初から仲は悪かったようです。2015年9月には山県組派は6代目山口組から脱退し、神戸山口組を旗揚げし、それ以降6代目山口組と神戸山口組の間でたびたび血生臭い抗争事件が起きることになりました。2020年1月には両組織に対してそれぞれ拠点がある兵庫、愛知、大阪、京都、岐阜、三重の6府県の公安は特定抗争指定暴力団に指定しました。橋本博文さんはもともと山県組の若頭まで勤めていた人物だったため、山県組組長の井上邦夫さんよりであり神戸山口組側についていました。橋本博文を竹内輝明が激しく批判した山口組分裂構想は、6代目山口組の組長篠田健一さんの体制に批判的だった山県組組長の井上邦夫さんが反旗を翻したことから始まりました。前述の通り橋本博文さんはもともと山県組の組長代行である若頭まで務めており、2代目山県組組長だった渡辺義則さんに多大な恩義があることは明らかです。しかし5代目山口組組長渡辺義則さんの命日に墓参りをすることは篠田健一さんの母体である
弘道会の3代目弘道会会長竹内輝明さんにとっては非常に不愉快な行動となりました。6代目山口組の統括委員長を務める橋本博文さんは、地位的に格下である竹内輝明さんに強くなじられたことが心底尺に触ったようです。竹内輝明さんは篠田健一さんの後を継いで弘道会の3代目組長会長となった人物です。組長との中から竹内輝明さんは山口組内では格上に対しても強く発言することがままあったため、橋本博文さんはもともと欲を持っていなかったことも構想のきっかけとしてあったようです。橋本博文極真連合会元会長の薬剤引退の経緯、橋本博文は射程に降格となった。橋本博文さんは竹内輝明さんとの口論の後、6代目山口組の在り方に抗議をするかのように行方をくらましました。これはヤクザの世界では忠義に反することであり、問答無用で除籍処分にされてもおかしくない案件でした。その後、橋本博文さんは周囲の説得もあり、自分が間違っていたと認めて篠田健一さんに謝罪を申し入れました。篠田健一さんは、山口組が分裂して間もないこともあり、いかに多くの組を傘下に置くかで情勢が変わることを考え、橋本博文さんを除籍処分にせず射程に降格という措置にとどめています。橋本博文に高山誠司が引退を勧めた。篠田健一さんが許したものの、服役から晴れて出所した若頭である高山誠司さんは橋本博文さんを許さなかったようです。出所後にわざわざ大阪に出向いて橋本博文さんと対面した高山誠司さんは、次の提案をしたといいます。あんたは引退して、極水会、山下昇会長に極真連合会の2代目を譲りなはれと切り出したらしい。しかし、橋本博文さんはこの高山誠司さんの提案をきっぱりと断りました。橋本博文さんは過去に極真連合会の若頭だった山下昇さんが金銭トラブルを起こした際に処分を下しています。しかし竹内輝明さんがその処分を撤回し、山口組の直参に昇格させたという因縁がありました。高山誠司さんは自分たちの息がかかった山下昇さんを極真連合会の2代目組長に据え、体制を強化したいと考えていたようです。これを嫌った橋本博文さんは極真連合会を解散、自らもヤクザを引退しました。橋本博文極真連合会元会長が逮捕された事件、橋本博文が起こした事件、不正競売防止法違反で逮捕。2005年12月に橋本博文さんは不正競売防止法違反の容疑で初の逮捕となりました。大阪府警が橋本博文さんの自宅を家宅捜査する様子が全国放送で流れましたが、極真連合会の組員たちが警察官と揉み合う姿が映し出され、その物々しさが話題となりました。橋本博文が起こした事件、渡辺二郎と詐欺罪で逮捕。2012年11月には橋本博文さんは詐欺罪の容疑で元ボクシング世界王者渡辺二郎さんと共に逮捕されています。2人は暴力団関係者の立ち入りが禁止されているゴルフ場において身分を偽ってプレーをしていたことが詐欺罪につながりました。渡辺二郎さんは当時ボクシング界を引退した後に芸能人として活動していましたが、暴力団との黒い関係を続けており、極真連合会の相談役を務めていました。橋本博文が起こした事件、米財務省から経済制裁を受けた。2013年12月に橋本博文さんはアメリカ財務省により米国にある資産を凍結される経済制裁を受けました。これは山口組が国際的な犯罪組織として認定されたからですが、この時アメリカ財務省が発表したプレスリリースにより橋本博文さんが在日朝鮮、韓国人であることが判明しています。橋本博文さんの凍結された資産額がいくらなのかは分かりませんが、経済誌フォーチュンの発表によれば世界犯罪組織ランキングにおいて山口組が資産額で1位になっています。このことを考えると橋本博文さんの資産額も数億円というよりは数十億、数百億という規模だったのかもしれません。橋本博文が起こした事件、自分用の車を妻名義で登録した罪で逮捕。2016年2月19日、橋本博文さんは自身が所有する目的の車を妻の名義で登録したことから、電磁的公正証書原本不実記録、同共用の疑いで逮捕されています。ちなみに、事件に関与した極真連合会の若頭や本部長、相談役などの幹部ら4名も同時に逮捕されています。
橋本博文極真連合会元会長の嫁や子供など家族、橋本博文の妻について、暴力団である橋本博文さんは自身の名義で車が購入できなかったため、妻の名義で車を購入し、逮捕されていますが、この事件により妻の存在が明らかになっています。報道では東大阪市在住の自称賃貸業、塩住ゆきと妻の名前が報じられました。塩住ゆきさんの逮捕当時の年齢は65歳のため、橋本博文さんの4歳年下であることが分かりました。橋本博文の子供息子について、橋本博文さんには息子がいるという噂がネット上で流れているようですが、それを裏付ける信憑性のある証拠は今のところありません。父親同様の裏社会で生きている可能性もありますが、今まで逮捕されたという報道もないので、片身の人間として生きているのかもしれません。橋本博文さんはすでにヤクザを引退しているため、今後も家族の情報が出ることはないでしょう。橋本博文の引退後の現在、現役のヤクザだった当時、橋本博文さんは大阪府東大阪市内の住宅街に自宅を構えていると言われていました。それは敵対組織から身を守るために、非常に堅牢な造りに見える豪邸でした。しかし、引退後は橋本博文さんはこの豪邸を売却してしまったようです。また、信憑性は定かではありませんが、5チャンネルでは富山にいるのでは、と目撃情報が多数寄せられているようです。橋本博文さんは米国にある資産は完全に凍結されたものの、国内に溜め込んだ汚れたお金は潤沢にあると思いますので、現在はそのお金を使って余生を楽しんでいるのかもしれません。まとめ、極真連合会を立ち上げた初代組長で6代目山口組ナンバー4まで上り詰めた橋本博文さんについてまとめてきました。暴力団排除条例も手伝って、昭和時代に比べてかなり暴力団の世界は縮小していると見られており、時代的にも今の若者が橋本博文さんのようなヤクザになることは少ないかもしれません。代わりに準暴力団にあたる半グレ集団が増えているようですが、ヤクザのように強固な組織ではないため、大阪では撲滅が進んでいるとも言われています。ただ島田紳助さんや吉本興業の闇営業疑惑など、まだまだ芸能界にはヤクザとの密接な関係が見え隠れしています。橋本博文さんの引退により勢力図も大きく変わったかもしれませんが、今後も動向を注視していく必要があるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。